はい、皆さんこんにちは。ワナリガルウィッシュです。では今回は、提督の決断をパープキット PS2 版、アメリカ攻略中ですが、続きをやっていきたいと思います。内政は一通り行えましたので、一旦時間を進めちゃいましょう。枢軸軍、まあ、これドイツ軍ですね。アメリカ東海岸、まあ、つまりワシントン、ニューヨークに突入と。いうことなんですが、もう終わっちゃうかな、もしかしたら。危ないね。危ないね、なのかな。まあ、結果的には、アメリカ軍が守り切ったという形ですが、どうだろう、アメリカ軍の艦隊見ると、第13、第14の艦隊なんですけど、13の方は、正規空母が1、護衛空母が1。第14艦隊の方は、護衛空母2という艦隊構成になってますね。これはちょっと我々日本軍も急いで入っていかないと。最後、美味しいところを全部ドイツに持ってかれちゃう可能性がありますね。まあ、ドイツももう完全にね、死に体化していたのによくここまで復活したな。お、イソロクさんがついに、元帥に昇進。で、井ノ口さんが中将。中将になってくれると本当に変わってきますね。近藤さんも、今回、選考著しいという評価なんで、元帥になれる日も、そう遠くはなさそう。さあ、次の作戦目標ですが、まあ、無難に、メキシコの西海岸から、アメリカの東海岸を狙っていきましょう。敵の艦隊は、おそらく、東海岸の様子を見る限り、決して、まあ、豊富にあるね、という状態ではないと思うので、まあ、ここは、積極的に、攻勢を仕掛けていきましょう。では、まあ、物資援助とか一通りいつも通りのことはやっておいて、技術もね、最終段階まで、来ましたね。兵器開発はもうろくなものがないというか、ほとんど必要ないので、このまま行きましょう。で、艦隊です。そうだな、ここは第13艦隊、これ戦艦3軽巡10で、前回戦艦失ってる艦隊なんですが、どうしようかね。とりあえず第2艦隊とガッチャンコしましょうか。これで、第1艦隊はそのまま。第2艦隊に戦艦3が入りましたけど、まあ戦艦3が傷ついてる状態なので、今回は空母艦隊で攻撃に移りましょう。投入するのは第1艦隊。さらには第11艦隊、これも空母艦隊ですね。で、第12艦隊、同じく空母艦隊です。で、まあこのまま寝かせておいてもしょうがないので、第13艦隊は随伴させます。第1艦隊はね、さっきご覧いただいた通り、今傷ついている状態なので、このままドック入りです。よし、じゃあこれで時間を進めていっちゃいましょう。で、生産のところは一応この後を考えて、航空機を一通り用意しておきます。まあ、作るのはもう最新鋭のものですね。もうさすがにここまで来ると、新しい戦艦を仮に作ったとしても、おそらく出番がないまま、終戦を迎える可能性が高いので、まあ、ちょっと今回そういうことはせずに、消耗品になってしまう航空機、これを中心に作りました。
さあ敵の艦隊がいるかどうかがまず一つですね。雨が降ってなければ、まあ、割とすぐ終わる戦いなのかなというふうには思います。メキシコはまだ一度も行ったことないな。まあ時間とお金さえあれば世界一周とかしてみたいんですけど、どうしても行くところがね、ほぼほぼ毎回決まっちゃってるんで。敵の艦隊いるな。まずは早速攻撃隊を飛ばします。で合わせて偵察機も飛ばしておきましょう。敵艦とこれは艦隊戦というか、射撃戦に持ち込むのは嫌なんで、できるだけ早くこちらとしては爆撃機を飛ばしたいですね。空母1は確認できますね。どんくらい空母いるかだな。で基地も敵の艦隊も発見済み。爆撃隊が出てるね。敵も第一艦隊に向けて敵の爆撃隊が出てます。いや思ったより敵の艦隊が大きいね。もうちょっとちっちゃいのを期待してたんですけど、先に敵基地攻撃を行っていきましょう。空母にダメージが出てるね。中破してるが船尾なので、まあ、特に問題はなさそうですね。ヒルこのまま戦闘隊形を維持します。大破に変わった？確認します。戦闘はできるね。ただ飛竜は一旦これは退避させよう。この後の戦いのことを思えば空母は失いたくないので、第一艦隊がちょっと攻撃にさらされてるな。まずは敵の基地を先に潰したい。敵の飛行場は3つ、敵の艦隊も3つ。この艦隊潰せばもうこの戦争自体が多分終わるかなと。ほぼ健在だな。味方の直縁がちょっと微妙な動きしてるよな。飛竜が危ないね。第11、第12は健在ですね。
どうする、先に敵の艦隊か敵の基地か、本当に悩ましいね。ここは航空隊着艦、航空隊発艦、航空隊着艦、航空隊着艦、航空隊発艦。敵基地1個でも2個でも潰せれば大きいんだけど、いかんせん距離があるんでね、その爆撃隊が到着するのに時間がかかって、攻撃回数が減っているっていうのがおそらく今現状なんですよね。なのでまず攻撃隊を集中しなきゃいけないな。今分散してしまってるので、攻撃目標が。さあ、第1艦隊から空母にさらにダメージが出てるね。ちょっと確認していきます。飛竜はもう早々に撤退しなきゃいけないんですが、蒼竜も甲板が大破してるので、これももう撤退ですね。甲板大破した空母は使い物にならないので、これかなり大規模な艦隊戦になったな。敵もかなりの艦艇数出てますしね。空母がやられた。蒼竜が多分沈んでますね。これ蒼竜が撃沈されてます。甲板が大破してた方の空母ですね。航空隊着艦、空母大破、これで第一艦隊戦える空母が一隻だけ。いやー、なかなか厳しいな。先にちょっと一つ飛行場を潰したら敵の艦隊潰しにかかりましょう。第12艦隊から今敵基地攻撃に向かわせる指示を出したので、これで敵の基地、真ん中にある基地は破壊が終わると思います。航空隊発艦。なのでここからはちょっと敵艦隊と戦っていきましょう。さて、第一艦隊がどうなってるかというと、赤城ももう甲板がやられたが、となるともう第一艦隊は撤退、空母は撤退させて砲撃戦に移っていきましょう。
敵空母撃沈してますね。第12艦隊が敵基地攻撃が多分距離的に厳しいのかな、向かってないので艦隊攻撃に変更します。で第1艦隊は、空母は撤退させたので敵艦隊へ突入します。内容的には、従順が3、軽順が7、駆逐が2です。これは高速で敵の艦隊に突入しましょう。第一艦隊からは空母喪失してます。さあ敵の艦隊を潰しに行きたい。味方艦隊より入電。もう日が暮れそうですね。航空隊発艦。了解。味方艦隊より入電。航空隊着艦。航空隊着艦。今画面奥が味方の艦隊、画面手前がアメリカ軍の艦隊です。あっさり行くかなと思ってましたけど、さすがアメリカ軍。夜間の攻撃ができる部隊は夜間攻撃、夜間爆撃ですね、行っていきましょう。第一艦隊はどうなってるかというと、ちょっと足が遅くなってるね。いやでも31ノット出てるか、一番遅い艦でも。さあ夜間の爆撃隊が出ます。敵の艦隊に向けて出ますね。しっかり当ててくれてるね。さらに野員に乗じて第一艦隊も敵艦隊に接近中。
第一艦隊のダメージが本当にでかいけど、もうここはこの戦いでほぼ戦争が終わると割り切って、一気に敵艦隊を壊滅に持ち込みましょう。まあ、敵もまだ大型艦がいるからな。これらと交戦したら簡単にダメージが出るんで、空母なんか特にひとたまりもないので沈めてはおきたいんですよね。やっぱりさあ、夜のうちにあと2回は航空戦を仕掛けて敵基地一つでも多く破壊、あるいはダメージを与えておきます。まだ敵の艦隊足が速いんですよね。これ敵の艦隊は完全に撤退モードだな。であれば基地攻撃に移りましょう。で、敵の基地はまだ一個も潰せてないか。では時間を早めていきます。ちょっと待って、敵の艦隊ってまだ向かってくる？もしかして。来るね。やるな。撤退すると見せかけて下の方で艦隊集結してたな。いや、それにしても潰せないのか、まだ飛行場一つ。どうなってる？全然残ってるな。やるな。さあ、敵空母はまだ残ってるの？パッと見空母はいなそうだけど。航空隊着艦。了解。攻撃戦で勝利するにはやっぱり魚雷攻撃に持ち込みたいね。巡洋艦大破。航空隊発艦。味方艦隊より入電。やっと敵飛行場1個破壊。
第一艦隊は壊滅だな。増援か。マジですかい。どっから増援？場所はわからないなら偵察機出すしかないな。ここだな。ここにいるもんね。そうすると第12艦隊が危ないな。撤退してるように見えるんだけどな。敵の空母艦隊ね、ちょっと追い込んでいきましょう。航空隊発艦。了解。さあ、味方が敵の艦隊に対して爆撃機が到達してるので、これ連携して一気に壊滅させたいな。ただ第一艦隊はもうボロボロです。ちょっと待って、画面の上に敵の艦隊がいる。少なくとも航空隊がいるね。なあ、空母がいるな。やっぱり攻撃隊が全部出てるのに、こんな時に限って敵の増援が空母だったとは。敵の飛行場は潰してくれ。ここでもう一回爆撃機落として、落としきれないか。なんてことだ。あと1ミリなのに。第一艦隊が壊滅してるね。敵の艦隊を潰そう。基地1個だけなんですけど、あの基地攻撃に向かわせると増援か。ここでも、いや、ちょっとさ、本国っていうか、東海岸守りに行ってよって言いたいな。
ここで総力戦にするか。さてと、ここで敵の方はどうなっている？敵艦隊はほぼ撤退と見ていいよね。これはさすがに。この辺りに空母がいるね。画面の左側にも。まずは敵基地を潰したいな。さて敵の方は、いや撤退じゃない、回答してるもんね。また増援かよ。これで6個艦隊か。空母がいるしね。まずは敵基地だな。敵基地をもう終わらせたい。さあ、では夜間に突入ですね。時間を早めていきます。航空隊発艦。航空隊着艦。航空隊着艦。夜のうちに敵の飛行場は全部潰したいね。また1ミリ残ってるよ。これほんともったいないな。なんとかこれ以上の被害が出ないように終わらせたいんだけど。
これで敵の飛行場は終わると思うんですよね。今爆撃隊が画面右上の敵飛行場に向かってますが、ちょっと待って、終わんないの？終わんないんかい。どういうことよ。航空隊着艦。了解。いや、ちゃんと当ててほしいな。航空隊発艦。夜が明けちゃうよ。さ、昼間になりましたね。昼間というか、まあ、朝か。敵飛行場がなんで終わらないかだよね。敵の飛行場も終わらせて敵の艦隊の殲滅戦に移りたいんですが、いや、これ護衛機だけじゃん、飛んできてんの。肝心のさ、肝心の爆撃隊がいないから攻撃が当たらないんだな。そりゃそうだわ。さあ、偵察機もしっかり飛ばしましょう。敵基地攻撃はもう一回で確実に終わらせて、残った敵の艦隊の壊滅を狙います。偵察機が敵の艦隊を発見したね、ちょうど。了解。了解。了解。敵飛行場撃滅。ちょっと時間がかかって3日目になりましたが、敵の基地は3つとも全部破壊しました。なので、あとは今画面上で確認できている、画面下の敵艦隊ですね。これを攻撃していきます。で、左と上にいた敵の艦隊はどうなったんだろう。偵察機では発見できてないですよね。さあ、急降下がはまってくれれば敵の艦隊も潰しやすいんですが、雷撃機が出てる様子がないな。魚雷のこの流れがちょっと見えないですもんね。どうやら敵の艦隊はいなそうなんで、この下にいる艦隊に全航空兵力を差し向けましょう。航空隊着艦。雨さえ降ってくれなければ8つの空母健在なんで十分に潰せるかなというところですね。このでもアメリカ軍何してるんだ、ここで動きもせず。
空隊発艦。やっぱり魚雷なんですよね、敵の大型艦潰すには。魚雷で足を止めて、そこに爆撃機っていうのだったら、まあ、理にかなってるかなとは思うんですけど。まあそれでもザコザコと沈めてますね。さあいよいよ敵艦隊どうやら撤退行動に移ったかな。動き出しましたよね、さっきまで足が完全に止まってたのに。雷撃機の数をちょっと増やす必要がありそうだなとは。今見てると爆撃機はかなり当たってる感じがしますけど、魚雷攻撃がちょっとね少ないかなっていう感じがするので、雷撃機の数、攻撃機の数を少し増やしましょう。これ敵艦隊完全に撤退ですね。あとは残ってる敵の艦隊がどっかにいないかですね。潜んでいないかどうか。どっかにいる可能性があると思うんで、終わらないということはどっかにいるね。いや終わった。いやーでも第一艦隊完全に失ったんでちょっと痛いやな。第一艦隊は正規空母2隻失ってますしね。まあ、敵艦の方は第二艦隊は出てきただけですぐ撤退してるな。第11艦隊も同じですね。まあ、潜水艦隊か、第11艦隊は。いや、それにしても損害大きかったな。一度、西海岸に戻らざるを得ないですもんね。なんか、ドイツ軍が先に、アメリカを降伏させちゃうんじゃないかっていう気持ちもしますが、一旦艦隊は戻すしかないので戻します。突入はしてこないと思うんだけどな。一応西海岸から損傷してますが、メキシコの方に一個艦隊は出すしかないね。第四艦隊はメキシコまで2週間かかるもんな。しょうがない、ここは我慢しましょう。でだいぶ時間長くなりましたので、今回はここまでにさせていただきます。で、次回は、まあ、なんとかドイツより先に、アメリカ軍を報復させたいということで、攻撃をね、継続していきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。